製パン。製パンとは、パンを製造することである。パンやケーキ、ビスケット等を製造販売する業者は、パン屋、ベーカリーと呼ばれる。史上最初のパン焼き職人が生まれたのは、紀元前8000年のエジプトとされる。大プリニウスの証言では、専門のパン職人は、紀元前約170年頃に現れたとされる。ローマ帝国、トラヤヌス帝のもとに、 専門職が組織化され、食物の管理供給を司るプリフェと出る案の名によって研究会が立ち上げられた。中世になると、各家主はひいきとするパン焼き職人。実際には公共の釜を持つのが一般的で、主婦はパン生地を提供してパンを製造した。時が経つにつれて、パン職人は独自の製品を開発販売するようになった。 その中で数々の不正が登場した。例としては厨房に隠し扉が設置され、中で弟子や小さな子供が提供された生地から一部を盗み、盗んだ生地を商品として販売するなどが行われた。この不正事件では1266年にイギリスでが交付され、厳しく取り締まるようになった。刑を恐れた販売業者は1ダース購入した客に1個追加する。 ことにした。この古事からパン屋の一ダースは十三個となった。十九世紀ではパンは白色であるのが良いとされたことから、石灰、チョーク、病板等が混入され、焼いた骨が混入されたとの噂も飛び交い、次第にそれら混入物による健康被害が指摘されることとなった。そのことからそれらの検出方法も同時発達することとなった。 パンの製造には火力の強い焼き釜、ま、オーブン等の設備器具が必要であり、また生地、生パンを作るための手間、発酵、伸ばし等がかかる。そのため、現代においては、日本は元よりパンが主食である欧米においても、家庭で日常の家事、食事としてパンを焼くことが一般的であるとは言えない。一方で冷凍パン生地の流通やホームベーカリー、 家庭用パンや機器なども販売され、我が家での焼きたてパンをお気軽に楽しむ機会も増えている。趣味としてのパン作りは、ケーキや菓子作りなどと同様に愛好家がいる。カルチャーセンター等でもパン作り講座が多く開講されている。大型工場での大量生産では、これに適した品質の安定性と加工性、流通に適した保存性の向上のために、一般家庭や、 製造直売のベーカリーでは用いない食品添加物を用いる場合が多い。例えば、パン生地の伸びを改善する目的の生地改良剤として、中素酸カリウムがあるが発芽性が指摘され使用されていない。また、多くの菌種を同時に含む自家培養酵母種の使用は発酵が安定しないので大量生産には向かず、単一の菌を培養したイーストが用いられる。 製パン業界の団体としては、大手メーカーが加盟する、社団法人日本パン工業会、中小メーカーが加盟する全日本パン、共同組合連合会がある。日本の製パン業界の規模は2005年1月から12月までの、パン用小麦粉使用量が123万1513トンで、あり、内訳は食パンが60万1552トン、菓子パン37万1629トン、 その他のパン223,345トン、学校給食用34,987トンとなっている。食品小売業における分類としては、生鮮食料品に次いで、賞味期限の短い、日配品として位置づけられることが多い。大手メーカーのナショナルブランドによるもののほか、パンの特徴として、焼きたての香りや、柔らかさや、 様々な味覚の惣菜パンも好まれるために、ベーカリーチェーンや、中小製造業者、街角のパン屋さんに至るまで様々な規模、業態の製造業者が共存していることも、製パン業界の特徴である。フランス国立ブーランジェリーマイナスパティスリー研究所の2004年の調査では、フランスには34,200のパン屋が存在し、その生産量は、 パン総生産の70%を占める。1998年5月25日からデクロット・ペイン・パン法令が施行され、原料を厳選し、生地を練り、発酵させ、焼成したパンを提供できなければブーロンジやパン職人、ブーランジェリー、パン屋と名乗ることができない。冷凍生地から焼いている店舗では、これらの名称を使うことはできないため、 デイポでペインもしくはペインという用語を使用しなければならない。現在スーパーマーケットでベーカリー事業の進出が行われており、パン販売市場シェアは12%に増加している。1925年、国際労働機関の第7回総会で ILO 第20条、パン焼き工場における野業に関する条約コンベンション1925が採択され、 1928年に発行となった。これは夜11時から朝5時までを含む7時間の間、パンなどを製造することを禁止する条約で、日本は未批准である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。